どうも、タバタブラザーズです。兄のよしきです。弟のタクヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。弟のタクヤ。そうっす。何してんの、金田くん。はい、久しぶりやな。久しぶりですね。今日は僕 YouTube やってるんです。あ、知ってます。もちろんチャンネル登録してます。もちろんチャンネル登録してくれてる。します。さすがやな。びっくりやねんけど、出てくれるっていうのが。僕から簡単に紹介します。金田タクヤ、和歌山県出身で、はい、僕と同じやね。そうです。大阪桐蔭高校で、僕の次の代、はい、後輩1個下の代で4番バッター打ってて、で、亜細亜大学に進学したも退学。そうです。一緒やないかい。一緒です。全部一緒やん。一緒です。ダダかぶりやんけ。骨折も一緒です。骨折もしたし。しました。全部一緒やん。銀ちゃん、はい、YouTube とかって、はい、他のチャンネルとか出たことってあるの？いや、全くないです。初です。初です。初が俺。そうです。悪くないね。じゃあ今回は初めて金田が YouTube 出てくれたってことなんで、皆さんも何してるのかっていうのはすごい気になってると思う。はい、まあ、今建設業界の防水工事っていう家の雨漏れを守るような仕事をしてます。ファースト守ってたけど、雨漏れ守るような仕事に変わりました。もう亜細亜大学辞めてすぐ働いて、そこからずっとそうです。いずれは後継ぎとかですか？そうです。一応お父さんが社長なんで。おお、すごいね。はい、じゃ あ、まあ気になってるところ聞いていきましょう。はい、なんで野球辞めたのか。高校野球って結構楽しいじゃないですか。楽しいな。それ終わってから大学行くってなったんですけど、うん、別に大学あんまり興味なかった。大学どこの大学が強いとか全く知らんかって、はいはい、でまあ亜細亜大学っていう話があったんですけど、その高校時代みたいに頑張れる自信が全くなかったんです。あ、なるほど。はい、まあ、それでもうええかと。はい、ほぼ一緒やないかい。俺もそんな感じの理由やで。思います。もうほぼ一緒で、まあ野球やめた理由、はい、今言ってくれましたけど、はい、大阪桐蔭で俺と出会ったやん。はい、あ、その前に小学生の時対戦してる。そうすな、はい、この話は多分みんな知らんと思うから。知らないですよね。どんな感じやったか言ってもらっていいですか？とりあえず、まあ、球のスピードエグすぎっす。投げる方で。投げる方で。ピッチャーやったら。ピッチャーやってて見たことない小学生の球の速さだったんです。エグかったよ。エグかったんです。小学校の時めちゃくちゃ調子良かったんですけど、タバスさんの時は出ないです。で、試合はどうやった？多分タバスさんらが初負けみたいな。あ、負けたんか。僕らギリ勝ちました。あ、試合は負けたけど、はい、金ちゃんは僕に抑えられた。そうっす。そこから出会ってるからな。そうっす。で、俺の金ちゃんの印象、はい、黒かったです。黒かったです。昔から黒かったです。めちゃくちゃ黒いやつバッターボックスおったっていうのは覚えてる。はい、それがな、一番最初の出会い。あ、そうっす。で、まあ高校行って出会って、俺のこと知ってた、俺がおるっていうこと。なんか一回桐蔭にちょっと練習見に行った時に、おお、はいはい、監督から和歌山同士のやつがおるみたいな話聞いて。あ、西谷先生から。そうっす、西谷先生から。はいはいはい、で、今バッティングしてるやつやみたいな感じで、あの監督室あるじゃないですか。はい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 、あそこから見たら、おっ、飛ばすなみたいな。あ、その時点でもう分かったね、はい、俺って。もう小学校の時から知ってたんで。小学校の時ヤバいやつみたいな。そうっす。でも金ちゃんはもちろん地元ではヤバいやつみたいな感じだったやろ。まあ一応そうっす。だけど金ちゃんの地方まで届いてたと。届いてました。僕らの代の和歌山のヤバいやつと一つ下のヤバいやつが大阪桐蔭進学した。そうっす。そして4番打ってと甲子園出て、はい、いいね。いいっすね。で、金ちゃんはだから YouTube 出たことないってことやから。ないっす。甲子園ってどうやった？緊張すると思ってたんですけど、最初は初めて出た時に、初めて田和さんの代に夏初めて出た時に、うん、なんか遠いの試合ってめちゃめちゃ人多いじゃないですか。めっちゃ多い。入って、うわみたいな、なんか上見てまうじゃないですか。見てまうな。うわーって人がおるから。とりあえず人やばいなみたいなって、うん、試合も出るか分からんけど、ちょっとまあベンチで頑張っとこうかみたいな感じで。何やばい、それそれ適当やで。俺らちょっとプレッシャー感じながらやってんのに。で、僕その時バット引き係やったんで。ああ、はいはいはい、あれめっちゃしんどいじゃないですか。わかるわ、しんどいわ。基本バット引きかみたいな感じで。え、バット引きはちなみに任命されたの？それとも勝手に、なんか僕やりますよみたいな感じで。その試合出てる人以外で
役割みたいなの決めて、予選の時は僕もバット引き係になって、で俺金ちゃんバット渡してもらって それで打ってたんや。そうす、ありがとうな。で初打席も全く緊張しなくて楽しかったっす。ああそう、はい、初打席はなんかエピソードあったんやんな。ありました。まずいつも8回9回ぐらいになったら、うん、西谷先生から素振りしてこいって言われるんですよ。素振りしてこいと、はい、甲子園の裏ってちょっとまあ素振りできるスペースあるんですけど、そこでまあクーラーついててテレビ 見れながらスイングして、でその時に同級生水谷って思ったんですけど、うん、そいつがピッチャーの真似して僕が入ったなとか言って、お前遊んどんねんお前遊びまくったな。それが定番の流れみたいになってて、ちょっと練習法じゃないけど、はい、でいきなり次行けって言われるんですよ。おはいはいはい。でその時にベンチ入って、タバスさんとサーさん来てくれて、うん、ピッチャーめちゃくちゃ球速かったんですけど、はいはい、初球は絶対変化球それ打てみたいな、二人で助言してくれた。そうす、口揃えて言ってもらったんで、うん、あのストレートどうせ打てやんから初球の変化球狙うぞみたいな感じでバッターボックス行って、でほんまにスライダーがなんか入ってきてそのまま変化球やみたいな感じで打ったらセンター前ヒット。おお、初ヒット出ました。センターの初ヒットは僕の助言と、はい、そうっす、嬉しいな、それはお前の初打席をそうっす、ちょっと演じれてよかったわ、はい、それはやっぱり印象的、印象的です。優勝経験したわけやん、バットしたというえ、はい、からの、はい、その自分らの代になって、はい、4番バッターを、はい、受け継いだじゃないですか、はい、どうでした、気持ちの変化とかあった。4番なかなかのプレッシャーやった。すげえやろなかなかすげえやろ。なかなかすごかったっす、ね、俺も1個下の5番の時と、はい、自分らの代の4番の時全然違うもん。逆にその不審な時とかあったの。ありました。あったんや。調子悪くなったら後輩も結構すごい人おるじゃないですか、うんうん、入れ替えられてベンチで何も喋りかけられず試合見とけみたいなどっちかというとこう干されたじゃないけど、もうお前は試合でも見とけと、そうっす、打たんからベンチおるみたいな感じで、あーなるほどな、打たんかったら変えられるんかみたいな、はいはいはい、はい、そっからプレッシャー余計感じました。そうやな、大阪桐蔭の4番って、はい、打ち続けないといけないから結果出し続けてなんぼ、はい、だからまあ俺も前の動画とかで言ってんねんけど、はい、大阪大会の打率とか5割打ってなんぼ、そうですね、5割以下やとちょっとしょぼいぐらいになれるぐらいのレベルやから、はい、プレッシャー感じたい、感じました。で僕その大阪大会の時に、お夏最後の大会で 3回戦の時に、うん、2三振が3三振ぐらいして、ほんまに調子悪いみたいになって、そっから次の試合になったら、最初のメンバースタメン発表の時になったらいつも4番のとこで4番ファースト席でみたいな感じで来るのに、安定のにな、はい、そこ飛ばしてったんで、えもしかして9番とかそんなんかなみたいな感じの雰囲気で立ってたんですけど一回も名前呼ばれずベンチスタートから始まって、そうなん、はい、4番降落、そうです。ほんでまあ4回戦5回戦ぐらいが打てないんで、まあ、ベンチで俺みたいな、はい、やばいな、やばいですね。最後の大会のに出れずに終わるのはほんまにちょっと悔しいんで、まあ、試合終わって寮で結構練習とか、あ、はいはいはい、打てるようになるかな、練習してました。最後、はい、甲子園でホームランは俺3本打ったよ。金ちゃん何本打ったの。僕1っす。あ、 1? でもこの1がエグかったから金ちゃんのらしさが全て詰まった1やったから、ね、そうですね、あれはマジで見てた俺も、はい、もうびっくりしたもんなでも練習で見たことある打球を甲子園で打ったらああなりますよみたいな感じ。ああそうっす。どっちかって言ったら、はい、あれどうやったよ。やっぱダイヤモンド回ったもの同士で、はい、YouTube って結構珍しいから。そうですね。どんな感じで感触できるか。僕いつも思い出す時あるんですよ。おお、はいはい、その時がこう打った瞬間の打球の上がり方がめっちゃ覚えてます。打った瞬間なんかちょっと夢みたいな夢のような感じでもう一周してきた。はい、ほんであまりにも嬉しすぎて、うん、そんなチャンスで打ったとかじゃなかったんですけど、はいはいはい、ガッツポーズしたなと思ってファーストベースでこう腕上げた瞬間やめとこうってこう下ろしたんですよ。それやったらよかった、このまま行ったらもうやめた。ここまで行ってほんまこう下ろしてるんですけど、それなんかテレビで映ってたんです。ちょっとダサかった。ダサかった。行き来なんですよ。めっちゃダサかった。俺も最初打った時は、はい、確かにちょっとミスったガッツポーズ、あーちょっとダサいほんまあれカットしてほしいぐらい。あで2回目3回目は、はい、めっちゃ決めてるからみたいな。あとは
バッティングの言ったら最初から俺もすごかったわけじゃない。大阪桐蔭に入って技術つけてパワーつけてって感じだったけど、金ちゃんが思うバッティングのこの変わり目とかってあった？覚醒したな俺みたいな。まず桐蔭ってセンスすごい人ばっかりじゃないですか。すごいやろ、はい、びっくりしたな。でまあみんなセンスで打ててる部分も結構あると思うんですけど、僕ってもう、まあ、三振か当たって、まあ、そんな感じだったんですけど、とりあえず率上げないと試合で出へんみたいな感じ自分で思って、うん、こう当てに行ってちょっとヒット狙うようなイメージで打ってたんですけど、なるほどな。とりあえず自分の長所みたいなを出し続けたらいいんじゃないかみたいな、その当時のコーチにちょっとヒントみたいなのもらって、俺もやっぱそれを言われたもん。俺もやっぱりどっちかというと守備走塁よりかはバッティングやと、それをもう全面的に教えてって言われて、何がええねんって言われて、あ一緒かもしらんけど、俺はフルスイングや、そうですね、それを誰にも負けるなって言われたのはめっちゃ印象的やから、金ちゃんもやっぱ長所が、そうです、どっちかというとバッティングやしな、フルスイングみたいな感じで、とりあえずもう来た球はフルスイングでずっとしてたら意外と当たり出してだから今まではなんか意外と率のこそ率のこそってこう考えすぎて当てに行ってたから、それが悪循環だから、そうです、そこからもうどんどんもう悪い方向に弾を落ちていってたんだと思う。そこをあるコーチさんのおかげで助言いただいてフルスイングに変えたらピョピョピョンと、そうです、長打も出るようになってそれ教えてたことな、ね、俺からな、はい、俺もやっぱり自分で精一杯やったこともあるから、はい、なんか俺から教えられたこととかってある？教えられたっていうよりかやっぱりタバさんの真似してました。あ、真似をしてたよ、はい、あバッティングフォームな、はい、やっぱり自分で打ち方とかいろいろ考え持って、タバさん、やっぱりタバさん打ってたんで、その時に俺打たんかった時もあんまないな、記憶にそんなないですけどどうやって打てるんだみたいな感じで、はい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 、はい、でまあ、タバさんすり足ジャボみたいな感じでやってたんで、ちょっと真似しようかと思って、はい、でも結構体重移動とかは教えた記憶があるね。 あります。股関節溜めてそれをこうぶつけるみたいな、はい、まあ、それをじゃあ真似してくれた、ね、そうです。なるほど。じゃあここまで大阪桐蔭の4番バッターとはっていうのを、まあ、中心にな、はい、しゃべったけど、はい、どうやった？初 YouTube は緊張しました。でもやっぱりこの僕らが今伝えてるっていうのはリアルなことやから、そうですね、プレッシャーがすごかったとか、はい、そういうのはやっぱり参考にしてほしいな、はい、今後に生かしてほしいっていうのと、まあ、甲子園でホームラン打った感想も言ってくれましたから、やっぱりあの感覚を味わうためにしんどい思いする努力するっていうのは無駄じゃないよな。無駄じゃないです。やってる時はやっぱりもうこんな練習して意味あるんかみたいな思うんですけど、やっぱり結果出た時に思い出したらあれやっといてよかったなっていうのが思うな、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いしますありがとうございました。ここはちなみに入った時って誰が一番怖かった？言葉遣いとか、あどんな感じだった？最初の方が